い、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学、今日も27日目張り切ってやっていきましょう。ということで27日目はですね、早速番入っていきましょう。悲しみに打ち勝つということでね、まあ皆さんありますよね。人生を過ごす中で悲しい瞬間っていうのは誰しもが出会うものなんですよね。例えば、まあ愛する人が亡くなった時とか、仕事で大失敗をして何やってんだおめえっていう風にですね、上司や顧客に怒られた時とかね、まあ僕もよくありますよ。で、それからね、例えば志望校の試験に落ちてしまった時とか、それから部活を引退する時とかね。特に去年ですね、まあ2020年なんかっていうのは悲しいニュースが多かったですよね。人が亡くなったりとか、それからまあコロナ禍でいろいろこういうやりたかったっていうことができなかった、例えば卒業式とかありましたよね。卒業式ができなくなったとかっていう風にいろんな悲しいニュースが多かったです。で、様々なですね、悲しみを抱えることになったとしても、まあ厳しいかな、それでも人は生きていかなくちゃいけないっていうところがあるんですよね。じゃあ皆さん自身に悲しい出来事があった時に、まあ、どうやってそれを向き合っていけばいいのかとか、乗り越えていけばいいのかっていうことが今日の大きなテーマとなっていきます。はい、ということでですね、まあ、悲しい出来事がありました。例えばどんなことっていうと、まあ、さっきも書いたんですけど、愛する人を亡くしてしまった、まあ、こういうことに関してはその悲しみとか辛さっていうのはなかなか表現しがたいですよね。うん。で、その亡くなった人のいない人生なんてっていうのは、まあ、なかなか考えられないと思うんですよ。うん。で、ところがですね、まあ、一定の期間が過ぎた後ですね、まあ、1週間とか1ヶ月とか1年とかっていう時間が過ぎた後に、まあ、人によってその反応っていうのは大きく変わってくるんですね。ある人っていうのはずっと悲しみに暮れている一方で、またある人っていうのは悲しみから一歩じゃないですね。ごめんなさいね。間違えてます。一歩ですね。はい。一、歩みます。一歩歩み出して、で、行動面も感情面も以前の生活を取り戻して生活できるようになると。で、これって別に、じゃ亡くなった人を忘れているから白状だっていう、そういうわけではないんですよね。じゃあ、その一歩踏み出せている人って一体どういうタイプの人なのかっていうと、まあ、まずね、この紹介してきたんですよ。心的外傷後成長っていうものがあって、まあ、英語に直すとポストトラウマティックグロースっていうね、グロースって成長っていう意味ですかね。で、愛する人を失ったことによって、もっと人間としての深みを増して成長することっていうのを指して言います。で、人生そのものへのありがたみを感じる力が強くなったり、要は、亡くなった人を見てやっぱり自分が今生きているっていうことってすごくありがたいなっていう風に感じ取れる力っていうのが強くなったりとか、だからこそ今生きている人同士での関係性をより良くしようという風に、まあ、一層の努力を始めることができるようになると。で、かつですね、些細なことがあっても打たれ強くなるっていう風にも言われてるんですね。これが心的外傷後成長ポストトラウマティックグロースを遂げている人たちなんですよね。じゃあ愛する人を失った時の反応って一体どうなるのっていうと、まあ、死に関する著作を書いた人がありましてですね、その人曰く、まあ、例えば夫を失った女性が2人いるとしたら、1人はですね、悲しみに明け暮れて、まあ、毎晩も泣き続けたと、枕を濡らしまくったと。で、1人は、まあ、悲しみをですね、表に出さず粛々と葬儀を行ったんですね。で、結果的にどっちの方が長く夫を亡くした悲しみに暮れていたかっていうと、実は後者の方でして、長期に及んで身体的にも精神的にも苦痛に苛まれることになったんですね。だから実は、ほい、人っていうのは出来事に対して感情に身を任せて、悲しい出来事があったらとことん落ち込んだ方がいいですよっていうことなんですよ。だからその方が立ち直りが早くなりますし、まあ、感情に振り回されることもなくて、まあ、自分自身を支える力っていうのが身についていくと。で、15日目のワークで僕の方でですね、感情を味わうっていうワークを紹介したんですけれど、感情表現っていうのは常日頃、まあ怒りたい時には怒って、悲しみ時には泣いてとか、笑いたい時には思いっきり笑ってっていう風に常日頃感情表現をしておかないと、人生を左右するような、それでこそ今言ったような人が亡くなったとかっていうような大きな出来事に遭遇した時に、その出来事によって体も心も潰されてしまうことがありますよっていう話なんですね。はい。で、じゃあそれを豊かに身につけていくためにどうしたらいいかっていうと、マインドフルネスっていう考え方があって、で、マインドフルネスってもう皆さんね、
心理学とか勉強してる人は何度も聞いたことがある言葉かもしれないんですけど、何かっていうと改めてご説明すると、自分がしていることを十分に理解していて、要はつまり今何をやっているかってことですよね。で、判断とかあるいは評価なしに今瞬間この瞬間っていうのを受け入れて生きることっていうのをマインドフルネスっていう言います。で、今とここに焦点を当ててやっていることっていうのを体で体感することで、湧き上がる感情を味わうことっていうのが重要なんですよ。じゃあマインドフルネスっていうその今この瞬間を受け入れて生きる力ってどうやって身につけたらいいのっていうと、瞑想になるんですね。で、マインドフルネスを身につけるためには瞑想が欠かせないと。はい、でまた出たか瞑想って、お前のチャンネルで何回瞑想出てくんねんっていう話なんですけど、何度も何度もしつこく出てくるほど瞑想の効果っていうのは大きいんですよね。当然ながらですけど、料理がうまくなるためにあんな料理を作ってみようとか、こんな料理が作れてるっていう風に想像しただけじゃうまくならないですよね。で、実際に指を切ったりフライパンを焦がしてでも何度も何度も料理を作って初めて上手になっていくんですよね。味もうまくなるし見た目も綺麗になるしと。で、心を鍛えるのも同じなんですよ。心をこうやって鍛えるぞ鍛えるぞっていう風に想像してただけじゃ絶対強くならなくって、心を鍛えるのに1日で2日ですぐメンタル強くなることって想像だけじゃ絶対無理なんですね。当たり前の話なんですけど、だから1日15分間毎日コツ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 瞑想することでメンタルも鍛えられると。つまり瞑想ってイコール心の筋トレだって思ってもらったらいいと思うんですよ。例えば10年間脂肪を貯め続けた人が1年間筋トレ一生懸命やったから筋骨隆々になるかっていうと、そうじゃないですよね。10年間特に心のトレーニングもしないままに過ごしてきた人が明日や1年経ったくらいで急にメンタルが強くなるかっていうと、ガラスのハートはガラスのままだっていうことなんですよ。じゃあその心の筋トレをするやり方ってどうなのっていうと、いろんな方法があるんですよ。たくさん方法があるんで、いろいろ調べてもらって自分に合ったやりやすい方法っていうのを取り組んでもらうのが一番心を鍛えるのにいいですよと。例えばスクワットっていうか足の筋肉を鍛えたいんだったらスクワットやらなくちゃいけないのに、腕立て伏せしてもつかないですよね。腕ばっかり筋肉ついて本来つけたい足に筋肉がつかないのと同じなので、皆さんがどんな結果を得るための心の瞑想、心の筋トレをするかっていうのに合った方法っていうのを、見つけて取り組んでほしいんですけど、一応ですね、僕がやってる方法っていうのをご紹介します。これやり方ですね。まずは椅子もしくは、床に座ってください。椅子に座る場合は浅く腰をかける、お尻半分くらいが出てるくらいがいいですかね。で、床に座る場合はあぐらをかいて座ってください。で、場所としては静かでかつ暗い部屋で行うのがベストです。それが難しい場合は、自分が整えられる最適な環境、できれば静かなっていうのが一番いいと思いますね。で、背筋を伸ばして、で肩を落としてリラックスして目を閉じてください。で、よく体の力を抜いてくださいって言って、なかなか力抜けない人に関してはどうやったらいいかっていうと、まずは思いっきり体に力をグーって入れてみてください。入れて、もう体が熱い、顔が赤いっていうくらいに力を入れてからフッて力を抜く。それがリラックスした状態です。ぜひ試してください。僕も今喋りながら体フッて力を抜いたら、この動画一気に力がふわーって抜けそうになっちゃって、気をつけなくちゃいけないんですけどね。それはいいや。で、手は親指を人差し指で丸を作って、なんかよくありますね。座禅組む時のポーズみたいな。丸を作って、で、残りの3本っていうのは、今、中指、薬指、小指に関してはリラックスした形にしてもらって、自然な形にしてもらったら OK です。で、3秒息を吸って、1、2秒息を止めて、7秒かけて吐く。で、吸う時も吐く時も頭の中で、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、っていうのをカウントするんですね。で、これっていうのを自分で決めた時間、例えば10分とか20分とかっていう時間を行うだけです。で、カウントしている時っていうのはもう余計なことを考えないで、自分の呼吸と、ごめんなさい、抜けてるんですけど、カウントにも集中するということですね。で、雑念を取り払わないと、後ろから肩をね、棒で縛られるつもりでやってみてください。簡単ですよね。はい。で、騙されたと思ってやってみてください。これね、10分でも20分でも1回終わるたんびに、何とも言えないですね、すっきりした気分を味わうことができますんで、非常に簡単にですね、ただカウントする、目を閉じてカウントするだけでできる瞑想っていうのがあるので、試してみていただけたらと思います。で、瞑想する際の注意点なんですけど、さっきもねちょろっと書いた部分も一部あるんですが、うるさい部屋だとなかなか集中することができませんので、静かな部屋できれば、目を閉じててもやっぱり明るいと結構チラチラ気になったりするんで、明かりが暗い部屋でやるのが
ベストです。でやっててどうしてもカウント以外の他の考えが浮かぶならもう一旦中止してしまいましょうと。別に無理に今集中してできないんだったら無理にやる必要っていうのはなしです。で10分とか20分とか暗い部屋でやってくるとだんだん気分が気持ちよくなってきますんで寝ないように気をつけましょう。はい、寝てしまったら瞑想じゃなくてただの睡眠になっちゃうんでね、気をつけてくださいね。意外とこれね、寝ながらでもね寝れたりしちゃうんでね、それ気をつけてくださいということです。では瞑想のやり方でしたということで、今日の最後にですね、はい、まあ、今日の動画を見てですね、もっと他のワークもチャレンジしてみたいなっていう風にそう思っていただいたら、ぜひですねチャンネル登録とかグッドボタンを押して、僕のチャンネルから他の動画も見ていただけたら嬉しいです。ということで本日の動画以上となります。次回もお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。